さあ行きましょう。いよいよ上がっていきますよ。真相に近づいている。最上階なんですかね、やっぱり。今何階ぐらいにいるのかちょっと分かりませんけども、おそらく、あっ、びっくりした、でかっ。ちょっと待って、怖い怖い。回復はした方がいいよな。ニュー、ゼータも全員ちょっと食らってる、ちょっとずつ食らってる。うん、まあガンダムを使って回復しようか。間違えた。かっこいいっすね、あいつ。めっちゃ好きですわ。顔のね、造形。あれ、かっこいいな。なんか、ちょっと、ちょっとっていうか、だいぶ好みのタイプですよ、私。どっちかな？でも、なんか、ガタイもでかいし、物理っぽいかなーって感じもしますが、どうしよう、盾を装備していくかどうするかなんですけどね。まあ行ってみるか。こんにちは。バカめ、貴様らごときがジークジオン様に勝てるとでも思っているのか。貴様らの相手などこの私で十分だ。死ね死ね。好きですわ。かっこええ。こいつなんやねん、こいつなんていうやつ。ゼノンマンサ。いや、かっこええな、こいつ。色もいい。色もいい。マジで。2回言った。これ主人公ちゃん。めちゃくちゃかっこいいんですけど、これ。ビジュアル的には、ですよ。魔法も、物理も、両方、いけますせ的な。匂いはしてますね。どっちでも濃いみたいな。ギャルヒラ行くか。まあでも剣技というか技高そうやな。うん、まあ物理は入るね。うん、まあギガルヒラも入る。サーベか。大丈夫かな。どうだ、大丈夫かな。強力攻撃でいきますね。物理が怖いぐらいかな。サーベは大丈夫ですね。これでどうだ。ニューが、まあ大丈夫かな。ニューであんなもんなら、あー倒した。よえー、大丈夫かなって言ってる間に死んじゃった。はい、うっす。何も出してくれないか。宝箱スポーンのパターンかなと思いましたが、ちょっと MP 怖いけどね。できればもう帰ったりそういうことはせずに最後まで行きたいなと思いますが、もうこれで次がラスボスって感じでしょうかね。湖、特に何もなし。え？そんなアホな。ボス倒す意味なかったってことじゃん、この今の。そんなことある？落ちんのかな？いや、落ちれないですね、そもそも。不思議っすね。いや、隠し階段系か。ごめんなさい、ちょ、もう一回見るわ。隠し階段かもしれん。いや、大いにありえる。角調べよう。あれかな、あれを使うんかな。ここでこそサーチ。どうよ、何の変化もないな。意外な。あれ？水も何もないっすよね。なんかヒントなのかな。それともこいつを倒したことにより逆サイドでなんか触
フラグが立ってる。まあそのパターンかな。そのパターンかもしれないですね。いや、どう見ても扉を守ってるからね。か、こっちサイドに何かしらスイッチなりなんなりがあってまず押してくるみたいなことですか。いや、たまたま、はい。何これ、ちょっと嫌っすねこれ。どう、よく、なんやんこれマジで。よく考えたら雑魚が出なくなってるっすよ。あれ、雑魚が出んな。いや調べ、もうちょっと調べたくるか。いやこれいきなりボス戦ってありえるからな。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、ちょ怖いわ。いやアルバム見てる場合じゃない、ちょっと待って。 MP 回復しとこうかな、多少。怖いわ。メガボックスは2つ持ってんのか。ちょっとアレックスとニューだけちょっとだけ回復しとこう。万が一が怖い。なくなった。まあアレックスさえある程度あれば、あとはまあゼータも、まあ、リフレ要因ですよね。リフレ要因であればまあ安心かな。怖いわマジで。まだ残ってたらちょっともう一回アレックス一回使って、何回ぐらい使えるんやろこれ。結構使えるときは使えるんですよね。もう一回ぐらいいけるか。ニュー行こうか。メガボックス、いやこの気配はね、もう雑魚戦がないっていうことを示唆してるんじゃないかなって思って、急にビビっくり出したんです僕は。急にビビり出しました。ん、あ、何、あ、ここのマスいかなかった。うわ、出てきた、ネオブラックドラゴン。びっくりした。左下調べに行こうとしたら、ふふふふ、久しぶりだな。意外やねん。どうした、まさか我の顔忘れたというわけではあるまいな。うんうんうん、忘れた。ふわはは、え、なに、これなんか送ってくれるパターンか。あれは空に一瞬他の世界が見えた、パワー送ってくれるパターンのやつや。ギルバートのパターンのやつこれ。あれがイニシエより言われる、この世界と対なるもう一つの世界なのか。わからん。じゃが5人のガンダムがあそこにいるということだけは確かなようじゃ。導きのハープは彼らをあの世界へと導いたのね。あそこが最後の決戦の場なのであろう。彼らを選ばれし者としてハープによってあの場へと導かれたのじゃ。今それ言うの？祈ろう、彼らのために。そして回復するのかな？メガボックス使おとんね、こっちは。なぜ我が再び蘇ったか、その答えを知りたいか。うわはは、笑ってるな。教えてやろう、その答えはただ一つ。貴様をこの世から消すためだ。死ね、消えよ、やった。まあまあかっこいいな。いやでもこいつは多分ミノフスキーで無理か。さすがにラス、あ、でもラスボスじゃないか、ジークジオンじゃないから。ちょっと待てよ、わからんなこれ、よう考えたら。そうやね、ジークジオンじゃないってことは、これの、これでジークジオンがここに合体するパターンやな、多分。攻撃きた。弱い。あー、なるほど。力を上げてる。物理感じやね。物理感じ。これは、大丈夫そう。まあ、必殺系食らったら死ぬでしょうけど。
いや、ファンネルやんのかい。いや、これは辛いな。でも1回しか動かんし、普通に弱いですよ。あ、動いた。一応ちょっとずらして動いた。2回目、ディフェどんどん上げてく。ほう、力をどんどん、我に力を。知らねえよてめえや。しかも回復してくれてないし、送ってくれや。黒い霧発生、敵の体力を吸収した52。うらうん、これでも個別のがいいかもしれないです。攻撃会心が出ないですからね、強力に関しては。ちょっと一回回復しないとまずいな。通常魔法ラビア、どうしますか。死ぬな。くー、どんどん火力を上げていってやがる、めんどくさい野郎だ。じゃあチェー、生き返してもすぐ死にそうですけども、まあまあまあ、一発ぶち込むか。ギガルフィ、それソーラーはあかん、やめて、あかん、くっ、これはこれ、いや、言葉が出ない。ちょ待って、これはちょっとひどいな。マジか。瞬殺や。あれがある以上はちょっと、序盤からもう完全な火力でぶっ込まないとダメ。いや、いつ来るかわからんもんね、あれはね。選択としては少ないんでしょうけどね、多分。いや、参ったな。心臓キューンなった今、ほんまに。言うて勝てると思ってたから。やったっすね。ちょっとメガパックあったと思うから、メガパックもうないか。いや、びっくりした。きついな。まあでも、もうあそこには何て言うんですかね、ボスがいない可能性、あ、ボスじゃない、ごめんなさい、雑魚敵がいない可能性が高いので、戻ること自体は容易やけど、ちょっと運ゲーやぞこれ。ちょっとどころじゃないな、めちゃくちゃ運ゲー。ミノフスキー使いますか。そうやね、それでディフェも防げるし、ミノフスキーでよかったんでしょうね、よく考えたら。そうやね、ミノフスキーばらまけば解決したかもしれない。じゃあサーベとかめんどくさいこともなく、ディフェがないから攻撃力上がらんから、まあ死ぬとしてもニューとか、まあ何よりもソーラを防げるのはそれしかないから。いや、まさかやってくるとは思わんかったんで、正直ちょっとショックですけども。マジか。あんまないけどな。まあでも確率的にもちょっと変に当たってもたっていうのはある。一人二人死ぬぐらいまでならたまたまでなんとかなったけど、
ちょっと当たっちゃいましたね。うん、これはもう、運が悪かったとしか言いようがない、もらい事故ですね、これは。いや、しゃあないでしょ、これ。反省とかいう問題じゃないよな。これしゃあないと思う。これしゃあないと思う。さあ、もう一度要塞に。カーキ色の要塞に行きたいと思います。多分雑魚出ないんじゃないかな。ですよね。急にもうゼノンマンサー倒したらもう、あ、出るんかい。出ますわ。まあでも倒していきますね。少しでもレベル上げていこう。だいぶ強くなってるな。で、MP はもう温存しながらいきます。結構温存できると思います。で、そうやな、まあまあもう物理でいきますね。ちなみに U は勇者の盾、まあ、顔の盾でいいやね。よし、またあのマスに行けばいいのかな。それともゼノンマンサとまた戦闘になるんですかね。こっちで合ってるよな。なんか一回塔の外に出てから入り込んでみたいな感じでしたよね。まあもう逃げるよ。レベル57ですからね。どうやったっけな。とにかく頑張って上に行きましょう。ちょっとすいません、道を忘れたな。え、合ってたっけ。なんかこの辺迷ったような。かっこいい、こいつも好き。このなんかね、ちょっとこうグレーのこの帽子というか面というか、さっきのやつもつけてたじゃないですか、ゼノンマンサも。あの面みたいなのがかっこいいね。モンスターキル入ってた。いらない。もうちょいエモンくれ。いやー楽しいな。いや、道わかんねえ。どうやったっけこれ。あ、やめてやめて、もうやめて。言うて強いケンプは。おいしょー、おいしょー、強いな。本来はゼータとかにあんまり飛んでこないはずなんですけどね。そうそうそう、そうしてくれよ。いや、食らう。ガンダムでこんだけ食らうってことは、かなりですよ。よいしょ。いいね。いいダメージ。よっしゃ。死んじゃえよ。よいしょ。ナイス。モンスターキラー。いらないんですけどね。すっごいモンスターキラーくれる。さあ頑張っていきましょう。なるべくガンダムの単品回復を戦闘後に使う感じでいきたいと思います。間違ってたってことですよね。ね、迷ったっていう記憶はすごくある、ここ。
これか、こっちが正解か。どうしよう。通常デススピアで行きます。ソーラは使わず、すぅ、いや、めっちゃ経験値くれるな、やっぱこいつ。いいですね、優秀。さあ、少しずつ上がっていきますよ。それにしても、水から急に飛び出してきた感じはちょっと意外でしたね。危なかった、積むところでしたよ。あんな見つけられないっすよ、マジで。あのマスに行ったら出てくるっていうのが確定してたのかな。そういうことなのかな。それも正直ちょっと定かではないですね。やめてー、うおー、くらった。強い。ドーベンウルフはさすがに逃げませんわな。ここまで強いやつは逃げません、さすがに。ニューをやめてー、くらう。あー、死んだ。ふぅ、努力はなしで、アレックス引き返して普通に倒す。ランダムにも経験値を入れる。ナイス。いやめてー、きつ、マジで。いや、生き返してニューにも経験値を入れないと。それで倒しちゃうかな。ガンダムとどめ、お願い。よし、よし、経験値入れたかった2人がレベル上がったから、よしとしましょう。マジきついな。まだ全然その完全無双っていう状態ではないですね。お、こいつ初めて。ゲーマルク、ゲーマルクさん。あかん、またやばいやばい。逃げようかな、これやばいぞ。へ、下手な魔法来たらやばい。うわぁ、 MP の使いたくなさがアダとなって。倒すか、どうするか。うぅぅぅ、嫌やもん、だって。あんまりケチるのも良くないね。きついわ。次戦闘入ったらアレックスで一回ラビア使います。こいつやな、ケンプ派やな。危ないな、ケンプ派。補助的な魔法をねやってくれてたらゲーマルクありがたいですね。ラビアも出た、全開ですか。 MP めっちゃあるなあいつ、ゲーマルクさんよ、すげえな。あれめちゃくちゃ使いますからね。火力は弱いでしょ。ねねね、そうですね。攻撃はさすがに弱い、ね。あれ？ダメージ出た？ナイス！こ
こいつも見た目はいいね、色味もいい。682回復。こいつ無尽蔵の MP 持っとんぞ、これすげえ。なんかいかにも雑魚的って感じの、そういうね、雑魚でもね MP が設定されてるちゃんとしたゲームもあるけど、無尽蔵系もあって、レトロゲームよくありますけど、本当にもうどんだけ MP あんねんってぐらい使ってくるっていうパターン、あれは恐ろしいですよね本当に。これでやったっけな、上でよかったっけな。怖い、うん、出たこの組み合わせ、気づいていない、どうしましょう、倒すか。協力ケンプファー、とりあえずケンプファーだけ落としておけば死ぬほどのダメージってのはもうない。 OK、 そしてザク、ザク3、くそ、ガンダムにやってこい。 OK、 なあ、ちくしょう。OK、 いいな、こいつ連れて行きたいっすわマジで。ラビアムマイターン使えるやつやったらめっちゃくちゃ強いから、伝説の勇者になれるよ本当に。こいつ一人いたらもう絶対負けへんないから。まあまあソーラとかやったら別ですけど、めちゃくちゃ強いっすよね能力的には。飲み放題1時間半1000円ぐらいの感じやもん、最強。どんだけ飲んでも、どんだけ飲んでも。来た来た、よしよし。さあお待たせしましたよ、この辺りからデキ出てこないんじゃない説ですよね。うん、出てこんね。これまた脅かしてきょるんちゃう、だるいなあいつマジで。神聖なリアクション取ってあげないと多分怒りおるっすよね、多分怒りおると思うんすよね。ある程度神聖なリアクションを取ってあげましょうか。なんかそういう2回目やからどうのこうのみたいな感じで後でガタガタ言われるのも嫌ですしね。もう1回ぐらいいけるか、いける、よし、こう、こい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 、カモン。おらん、すっ、え、この辺や、あ、出た、ここでもいけんねや、また出た、板尾係長、久しぶりだな。いや、そうでもない、さっきおったかな、忘れてないよ、さっきおったから15分ぐらい前ですね。いや、またやんのこれ。いやー、うわ、この人ら大丈夫かな。いや、さっきそれ言って、さっき聞いたっすんだけどね、うん、さっき聞いたけど、まあ分からん。でもさっき言ったけど、ジャガース5人のガンダムがあそこにいるということだけは確かやと思うで、ね、ようじゃ、さっき言ったんですけど、導きのハーフは彼らをあの世界へと導いたのね、やと思うんです。さっき、一応さっき言ったんですけど、あそこが最後の決戦の場なのであろう。
さっき一応言いましたけど、彼らは選ばれし者としてハープに乗ってあの場合導かれたのやと思いますね。さっきももう一回言いますわ、祈ろう彼らのために。まあ、まさかソーラレイで行かれるとは思ってないもんな。その答えを知りたい方、いやさっき言ったからね、消すためでしょ、消えようでしょ、うん、いや聞いたからね、さっきそれをクイズにするって相当なもんやからね、それをまたクイズ形式で出してくるっていう意味不明さ。ミノフスキー、ばらまいていけミノフスキー。そしてゼータは一度だけじゃディフェをガンダムに入れて、ここは防御で1ターン分でも死なないようにして攻撃をやってきますからね。ファンネル、ナイス、それすぐ魔法使い、あ、魔法使いになった。そう、早いな早いな。いやこれソーラが、いやほんまにこれね、その勝負になるって、本当にそれをずっと封印し続けられるかの勝負になる。必殺出せ。あーゼータ効かんわ。とりあえず封じた。まあ、ディフェめっちゃくちゃやられてたんで、そっからすると攻撃力はそんな上げられなければマシだと思いますけどね。おラッキー。じゃあ何ができんねんお前は。それを教えてくれよ。黒い霧に関しては魔法じゃないから使えるのね。セオリア、ナイス。でガンダム協力体制、魔法使えるようになってディフェ一発、はいナイスです。させとこさせとこ、あーあー、そう大変やなこれ。ゼータはでもいっといよね。すりばっニュー、これが出る可能性あるからいった方がいい。197ナイス、ガンダム食らって54、黒い霧これは吸収されて48回復。ミノフスキー、よし封じた。結構分かっとんなあいつ、黒い霧めっちゃ来る、黒霧島やな。ほらほら、通常でいって道具薬箱ガンダム16、80、ディフェは入らない、よいしょ。さっきよりはでもねダメージを与えれてない、ちょっとその代わりまあ安定した戦いは見せている。さっきよりも黒い霧の発生確率が高い。あー使えるようになった、ディフェ2回目ですね。そんなに物理やってこないですけどね。そろそろターン的にソーラレイのターンでしょう。来るとしたらこの辺やからもう絶対にガードしますので、ミノフスキー薬箱、はいガンダムいきます、ショーンいけ、ディフェ3回目、よし、よしよしよし頼むぞー。オッケー入った、352、サンキュー。あー4回目、ちょっと上がってきたな、倒さないと、いや倒さないとというか攻撃力もあれですけどめっちゃ怖いな。アレックスが先動きますよね。ミューの方が早いか、アレックスの方が早い。さあどれぐらい攻撃力が上がってる、86、知れてる知れてる、いけ
けるよ。落とそう。やかーん。あ、耐えた。おおほう、耐えた。ここは回復より見直す気。ここは見直す気で。いや、もう上がってきてる、上がってきてる、マジで。いや、ラスボスなんかな、ジークジオンは。よし、つえ。ここはオール攻撃でいきますか。メガボックス。来た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 。危ねえ。バカタレがこの野郎。え、追い込まれてるってことなんじゃない？うわ、魔法使えるようになったギリや、マジで。危ねえ。マジ危ねえ。倒せ。あかーん、空振った。じゃあマジ。もうこれ倒さないと。マジよ。また撃ってくる。怖い怖い。しかもめちゃくちゃディフェってるから、もう力がもうまんまになってるから、倒さないとあかーん、あかん。ゼータがまだ魔法使えない。たまたまで行こうか。ミノフスキはバラマキ確定で、たまたまは、たまたま持ってる？持ってる持ってる。ガンダム強いな、マジで。あかん。次々と耐えた耐えた。大丈夫、ソーラさえやらんかったマジ大丈夫やから。いけるから、くん。ふう、つえ。マジつえ。ミディアム。久々の黒霧。体力に余裕がないのか。いった、よし。おお。これは、バカな。これが、何、どうして、答えだったんだ。そんなバカなことが、どうしてんおい。貴様が認めようと認めまいと真実は変えられぬ。うわぁ。それもいいだろう。貴様と我、元は一つ。え？それが今また元に戻るというのならば、貴様の力は我のものになるということ。うわぁ。うわぁ。金？は？うわ、なんかこれ覚えてる？こいつ。黄金の騎士や。あれ？動ける。金ピカだった。じゃあ、次回行きましょうか。次回がラストになるかな？これでジークジオンと戦うんだと思います。ということで、次回。